あ、マスターベラー村木だーベイブレーズそしてマスターベラー堀川だーベイブレーズいるんかい。どうもということで、今日紹介したいベイブレードは、なんでしょう。いや、絵に寄せなくていいから。あ、そう、はい、今日紹介したいベイブレードはこちら。こちら、ダウンキラーデスサイザー 2VHN それがこちらです。これですね。バーン、こちらの特徴の紹介をしていきたいと思います。お願いします。まずはレイヤーの説明を最後にと。あ、出た。いつもなんです、最後ね。はい、まずディスクとね、フレーム。なるほど。こちら 2V なので、間から来た、クライスサタンの2ディスク、2ディスク、2ディスクに、攻撃的なあのバルキリーについてたボルテックスフレーム。ボルテックス、それ X。 あ、そうです、そうです、ね、V、はい、でね、色がね、これかっこいいんだ。これなんかこう怪しいね、デスサイダーのこう、はい、オーラみたいな感じのね。かっこいいですね。そしてドライバー、 HN ドライバーは来ました、ね、ハンタードライバーでございます。ハンタードライバーです。もう刈り取る、刈り取る系、はい、刈り取る系ですね、 ですね、はい、見てください、これ見た目はほら、エクストリーム的な、エクストリームドライバー、エクストリーム的な、ついに X、 エクストリームドライバー的なラバーの軸先になってるんですけど、来ましたね。これね、ラバーがね、細いんです。エクストリームよりも細い、エクストリームよりも細くなってる。何が起きるんですか、それ何が起きるんですか。ラバーでしっかりスタジアムをガッと食らいついて、はい、ギューンって走るんだけど、細いからスタジアム中央に相手にも当たりやすいという、ね、マジっすか。機動力、エクストリームは割とこう、なんか扱いがね、こう、そう、なんかちょっと大味な感じというかだったんだけど、うん、パワー寄りな感じだったんだけど、これはそれにちょっとこう、ブロードライバー的なこう、中央、アクセルとブローの差みたいなね。そうそうそう、それが分かりやすいね。めっちゃいいドライバーじゃないですか、これね。多分皆さん欲しかったと思う。いやー、もう勘弁してくださいよ。それが一番欲しかったドライバーじゃないですか。出ますから、もうみんな待ってたんすよ。ついにお待たせしました。勘弁してくださいよ。そして、お、レイヤー紹介していきたいと思います。来ましたね、ついに。ついにこれ、キラーデスサイザーレイヤー、それがこちらです。こちらですね。こう、まずね、見た目、まあ、かっこいいっすよ。もうもうね、まあ、デスサイザーシリーズとはね、の特徴をねしっかり踏襲して、はい、左右で全然違うまで攻撃するという、はい、すみません、今回特に違うね。特に違 特に違う。もうね、こっちでっかい釜の1枚刃、はいはい、で、こっち細かい釜の3枚刃。もうね、左右で今まで2枚刃、2枚刃だったけど、はいはい、もうね、刃の数すら変えてしまった。なるほど。このね、左右不対称のデスサイザーシリーズのね、いや、進化系ですね。特徴をね、正当進化ですよ。はい、なっております。はい、そしてゴッドアビリティ、気になるゴッドアビリティはダブルストライク。ダブルストライク、なんとこの黒い釜についてる青い刃が、これはただの飾りじゃないんですよ。飾りじゃないぞ、動くんですよ。稼働しますよ、皆さん。スコ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 、これ動いてます。どうなるんですか、それは。そうなったらどうなるんですか。これはですね、こういう風に右回転で相手にぶつかった時に、その瞬間、はい、その刹那なんですよ。刹那、その刹那、かっこいいですね。その勢いで青い歯がカツンと、なるほどですね、追加攻撃を与える。1回の衝撃でガンガンと2回相手に攻撃できるというね。いや、勘弁してくださいよ。普通1回じゃないっすか。2回とかずるくないっすか、村木さん。というね、はい、モッドアビリティを持ったのがキラーデスサイザーレイヤー。なるほど。じゃあ早速バトル、バトルしましょう。いっちゃいましょうか。はい、どうぞ。はい、はい、じゃあバトルいきますか。いきましょう。このキラーデスサイザーダブルストライクの力、思い知らせてやる。私は話題沸騰中アルタークロノスでいきますよ。はい、はい、ね、最新のバランスタイプ、アタックモードです、僕は。なるほど、重心ブレてるやつ、ブレブレブレのやつですね。いや、そこにハンタードライバーで一撃決めてやりたい。いや、大丈夫だ、絶対いける。いくぞ、3、2、1、ゴー。いけ、ハンター、めっちゃ細かい、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 うわー、一撃がでかい。もうマジで1撃でかっ。まあ2撃で、あ、まあね、確かに。はい、ということで、見ましたか、見ましたか、このダブルストライクとダブルストライク、ハンタードライバーの機動力、機動力、これ
実用的というかね、もうパーツも優秀だし、かっこいいし、かっこいいね。ダブルストライク超強いし、超強いですね。これ何してるの？いや、もうダブルストライクイメージして、あ、ダンダンダン、はい、ということで、ね、はい、このキラーデスサイザー 2VHN は7月1日土曜日に登場。お願いします。ぜひこれはチェックしてください。お願いします。強い。そしてこちら、おっ、バーン来た。ファーストキャラバンで話題沸騰中の無限ベイスタジアムがなんとですね、あの勝つやつが、そう、6月24 25の土日のね、土日だ、次世代ワールドホビーフェア2017サマー、サマー来ましたよ。写真アマテリオスを激化せよと。なるほど、夏はアマテリオス、ね、アマテリオスがなんと勝ったらもらえると。来たー。なのでぜひですね、参加する小学生の皆さん、これ、ね、頑張って撃破してください。これ欲しいわ、ね、6月24、25のワールドホビーフェアですね、ばっかりメッセで待ってるよ。待ってますよ皆さん、我々もいますからね。ということで、キラーデスサイザー 2VHN 7月1日土曜日発売、そして同時発売のバン、同時発売レジェンドスプリガン 7MR の動画もよろしくお願いします。気になるー。ということでみんな、バイバイ。ダブルポリカだ。みんな、超超超進化したボルト・バルキリーの活躍見てくれてるか。世界にはすっげーブレーダーたちがたくさんいる。俺は全力バトルで挑戦していく。夢はでっかく世界一だぜ。いけバルキリー、バウンドアタックで決めてやるぜ。ベイブレードバーストゴッド大好評放送中。